こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。3月9日輸出サポート記事をお届けします。まずはじめに、自己発送とかですね、あるいは eBay なんかで送るときに、なんか良さそうな段ボールないかなと探したら、なかなか素敵な段ボールを見つけましたんでご紹介しておきます。 B5 サイズでですね、深さが3段階に変えられると。深い、中くらい、浅いと変えられる。でこれね、変えた部分、余った部分をこういうふうに耳を折ってね、スペースを調整するのにも使えると。これはかなり、使い勝手の良さそうな段ボールです。フィギュアね、送るのに、ちょうどいいかなと思いましたんで、ご参考にどうぞ。楽天だと大量に売っていて、割安になると。 Amazon だと、10枚で買えて、ちょっと割高だけど、あんまり使わない人とか、あるいは、ちょっと試しに使ってみようという方に、便利です。で他にね、プチプチエアクッション、それからカッタースコッチテープ、それから、はかり、これもですね、おすすめのやつ、私が使ってたものとか使ってるものをこのリンク先の記事にありますんで、どんなのを揃えようかなと迷っている方いたらご参考にどうぞ。それとですね、商品選びで、まず儲かる商品云々以前にですね、扱っちゃ危険な商品があります。これ中国商品のね、壊れたら怪我をする商品、壊れたら高額な損害を発生させる商品、例えばね、カメラなどのパソコンにくっつけて使う、商品、リチウムイオン電池を使った商品、それから、CD、DVD、ブランド品、これらはね、犯罪者になっちゃったり、すごい損害賠償を受けたり、あるいはね、そこまでいかなくても、そもそも自分の買ったもので人が怪我したとか、高いものを壊しちゃったといって、Amazon からクレームがついたというのはね、誰も歓迎しないと思いますんで、これらの商品は扱わないようにしてください。それからですね、最近、あなた、偽物売ってますとかね、コンディション違いますという、連絡がちらほら来てます。で、これね、なぜそうなるか、実はね、本当に偽物売ってる人ってのはほぼいないと思います。100件あったら1件ぐらいは間違えて偽物を実は売っちゃってましたという人がいるかもしれませんけど、私は、99% は、単に言いがかり、あるいは、購入者の勘違い、電話を受けたサポーターの処理の間違いだと思います。ただそうは言ってもね、これがつながるとサスペンドになったりアカウント削除につながりますので、対策をしないとまずいと。でここ最近の傾向と、これが有効じゃないのかなという対策がありますので、そちらの方はですね、会員限定の非公開動画を作りますので、メルマガで流しますのでチェックしてください。それと、こちらですね、直送、DHL とかフェデックスを使って、荷物を直送するというのをね、ちょっと真剣に比較してみたんですけど、どうもあんまりメリットなさそうだなというのが分かりましたので、その参考動画を作りました。このリンク先にね、より詳しく書いてありますけど、直送で送料安くすると、大量に送るんで送料安くすると、それもいいんですけど、ほとんどの場合は、違う方向に行った方が、例えば同じ金額稼ぐんだったら楽かなと。月500万以上稼ぐとか言われると、この荷物をね、たくさん送るのも避けて通れないんですけど、月100万ぐらいだったら、むしろたくさん送るのは、やめてですね、販売チャンネルを増やすとか、仕入れサイトを運営する、あるいは情報発信すると。いう方が、全然ストレスなく稼げると思いますんで、あんまり大量発送得じゃないかなという動画を作らせてもらいました。稼ぎの方がですね、ある程度ね、30万なり20万で落ち着いちゃって、もっと増やしたいけどどうしたらいいでしょうかという方はですね、また、性格とかね、資金力とか使える時間、あと何ならね、気兼ねなくできるか、そういうのを総合して、おすすめのプランというかね、こういうのでいきましょうという、またアドバイスさせていただきますんで、お気軽にご相談ください。そんなわけで今回は、ね、この偽物疑惑の、対策、それから、
中国製で扱っちゃいけない商品の再確認、この2点は非常に重要なんでですね、よく理解してください。言ってる意味が分からなかったり、もうちょっと確認したいという方はですね、お気軽にご連絡ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。